皆さんこんにちは、ランダムです。この動画はですね、この電熱ジャケットの動画の裏で撮影させていただいてます。で、これはね、ヒノキの木枠で、このちょこっと影の方にね、最近この土鍋をね乗せて遊んでるんですけども、こうはまるんですけども、このちょこっと影がですね、この中にこうぴったり入ればいいなと思ってこれ買ったんですけども、これこんな感じでね、ちょっと微妙に入らないんですよね。ですので今回はこの分をね、少し広げるという格好の動画を撮影させていただこうと思います。ジャケットの方ではね、ちゃんとはまりましたみたいな動画になると思うんですけども、その細かいですだと思ってください。興味がある人向けの動画となります。で、これチョコとかでもね、ここに段差があるんで、この段差がうまく乗ればここに多く入るんじゃないかと思うんです。これをね、裏返して線でも引こうと思ったら、削った後にね、落ちちゃうんですよね。パッと中に全部入っちゃって意味がないんで、僕はね、この段差に引っ掛けて浮かしたいんで、なんかそれができそうなのもいい分ないかなと思ったら、お茶碗があったんでね、このお茶碗が、だいたいいいぐらいのサイズなんですよね。ほぼほぼいい感じのサイズなんで、このお茶碗で線を引いて、その線ギリギリできてれば、多分ね、うまくはまるんじゃないかと思うんで、今回その分で、ちょっとやってみようと思います。で、ペン忘れたんでね、もうナイフで直に計画しかないんで、ちょっと頑張ってやっていきたいと思います。で、この枠自体がね、ちょっとど真ん中ちゃんと来てないみたいで、ここはね、少しもうギリギリまで来てるんですけど、反対側のこっちはその向こうに奥行きがあるんですよね。ですので、向こう側にちょっとだいぶ削るような格好で、こういう格好ですかね。こういう格好で切りたいと思います。こんなもんでしょう。はい、毛がけました。この線をね、もうちょっと深く掘っていきたいと思います。刃がボロいんでね、折りましょう。折れました。なんとかね、毛がけました。多分こんなもんでいいと思います。で、このままね、本当はこれで削ろうかと思ったんですけども、言うほど柔らかくないんですよね。とりあえずね、ダイソーでヤスリは買ってきてるんです。これ100円のやつですね。これで少しね、これでやってみたいと思います。時間かかりそうですけどもね、なんとかまともに切れるんで、ちょっとこの分でね、頑張ってゴリゴリ削ってみたいと思います。はい、一応できたんでね、ちょっと一遍入れてみます。はい、こんな感じです。だいぶいい感じですね。もうちょいっていう感じですかね。で、全体的にね、もう少しだけ削って入れたいと思います。はい、こんな感じですかね。だいぶもういけてると思うんですけども、もしかしたらね、このコードの方がね、ちょっと今邪魔してるかもしれないんで、先にちょっとこっち側をね、削りたいと思います。コードを出しましょう。はい、取りましたね。よし。よし。はい、これどうですかね。もうぴったりだと思います。すごい綺麗にね、はまったんじゃないでしょうか、これだったら。いい感じだと思います。ここもね、問題なく入ってますね。はい、そしたらね、これちょっと見えづらいですけど、こう、ランプがね、見えるんで、通電したらね、光ってるのが見えるはずです。で、ちょっとね、最後にね、この辺ね、まだ、バリとかあるんで、それをね、紙ヤスリ買ってきてるんでね、紙ヤスリで綺麗にしたいと思います。これちなみにこれもね、ダイソーで買ってきました。このヤスリもダイソーで、この紙ヤスリもダイソーです。200円ですね、合わせて。やってみましょう。はい、片付け完了ですね。最後にもう一遍きっちり編むかどうか見てみたいと思います。まずはコードを通して。
テリー入りました。で最後にね、ちょっと電源入れてみましょう。ちゃんと光るかどうか見てみたいです。成功ですね。綺麗に光ってます。こうすればね、ショートガーデンでね、加熱中はすごい熱くて触れなくなるんですけども、これなら持ち運びも可能ですし、すごいね安定もするんで料理がしやすくなると思います。この木枠自体が2700円ぐらいかな、2500円ぐらいかな、でちょっと買ったものではあります。ちょっと高かったです。でこれを削るのにダイソーのね、木工用の半月用になってるヤスリと、あとダイソーの紙ヤスリ200円でねできたんで、皆様ねこういった分興味があったらぜひ選んでみてください。僕この分でねこんな感じのことがしたかったんで、これがねできるようになったんでちょっと嬉しいです。はい、このところですかね。じゃあね、今後はねこれはここで少し使っていこうと思いますんで、皆さんまたねご視聴よろしくお願いいたします。はい、ということで今回はこの辺で、ご視聴ありがとうございました。